んばんは。くもなんか2人しか映ってませんけど、ちょっと寂しいですね、絵的にはね。そうね。うん。頑張るよ。3月25日。時刻はちょっと今日は遅れ気味で、10時5分からスタートしましたね。今7分を回ったところです。ですね、今日なぜ2人しか映ってないかというと、でもなんとなくでも最初にネタバレ出ちゃったっていう噂もありますが、出ちゃったけど、まあいいかっていうことで、はい。ですね、皆さんは、桜が私のところでは満開ですけれどもいかがお過ごしでしょうか。あの気を、うん、テンパってる、はい、テンパってるけど今日も頑張っていきたいと思いますから、たけるくんの方に早くバトンタッチしちゃいたいと思います。はい、バトンタッチ。クリオネさんは案外小心者のところがある今はすごくテンパってるんだなっていうのが分かりました。そんなことで、この僕がこの後も大事なお知らせをしようと思うんだけど、僕の名前を言ってなかったね。そう、僕はタケル・キタニオーブルーン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 。どうして？なんかあっちに変なやつがいるんだよ。あっちに誰かな？なんか変なやつがいるんだよなって。あ、あっとかいう声がしたよ今。何何？もしかして声がしたよ。俺のことをもしかして言ってるんでありますか？なんか変な格好してる人いるんですけど。今たびたびの。たびたびのタケルチタニウムくんとクリオネさんがいると思って、思わずカメラを回してしまってました。なんでその怪しい、なんか集まりそうな、なんか今日、はい、あれでしょ、4月の番組改編を目の前にして第1弾の変化一発目ということで、はい、変化一発目、たびたび読み返りの新ナビゲーターなんでしょ？というナビゲーターを使う…な、緊張してる。噛んだ疲れました。噛んだやべー、緊張してる。え、あの、この度、ナビゲーターをやることになりました。お手伝いでございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いしまーす。頑張ります。はい。アリン・ローランドに変わりまして。ローランズですね。おてつやんが。はい、新しく。仲間入りをさせていただきます。はい。ということで、どうぞよろしく、ご指導をよろしくお願いいたします。わかった。もうまあ、先輩のちゃんと言うことを聞いて頑張ってくれたらいいと思うので。はい、頑張ります。ですので、よろしくお願いいたします。はい、頑張って。でも、はい、頑張ってね。ファッションセンスがどうかなと思うな。今日はちょっと一応場所に合わせてみようかなと。いやすごい格好だな。前にね、私たち月に行ったんですけど、その時だったらわかるけどね、うん、NASA ということでちょっと NASA の格好を、はい、まだね、NASA って言ってないけどね、もう思いっきり言ってるっていうね。ネタバレして何にもしないの失礼いたしました。まあ、ウケる。いや、違った、もうネタバレしてるし。はい、では今もうネタバレのね、NASA って出たんですけれども、こちらはですね、NASA の正式な機関であるジェット推進研究所というところが、まあ、このシム自体は2004年に、まだ来てないね、2004年に、構築が始まりまして、で実はね、今でもですね、各施設を回ると、あの、工事中なんていうのが出てきたりとかするんですけれども、まあ、大体2004年から2008年ぐらいに、あの、活発にこちらの施設は利用されたり作られたりしたものなんですね。2004年、はい、で
2004年よ、ここの、ここのエリアを。SL で2004年、そうよ、2004年。すごい。そんな前からあるんです、ね。2004年から、うん、だからやっぱり早いですね、さすがにね。あの、昔っていうかね、あの、前にご紹介した時に、あのサイランドっていうね、あのシム群があるっていう話をしたと思うんですけど、ま、以前の旅の時にね、そちらはやはりこういう、あの、なんて言うんでしょうね、公的機関っていうんですか、そういったところとか、あと教育機関とかが、あの、多く、あの、そのサイランドという、こう、シム群の中に、施設を作っているところなんですけど、こちらもそのサイランドっていう中の一角にあたります。あの、前にご紹介した、あの、何でしたっけね、ちょっと、あの、こう、いろんな、あの、なんていうの、トリックみたいなことで遊んだりとかしたシムをご紹介したと思いますが、うん、それもこの近くに、あの、あるシムなんですね。だからそういうような、ちょっと教育的なのとか、そういう関係の、あの、シムが集まっているシム群の中の一角にあるこちらです。2004年に、うん、その NASA の施設が、構築を始めて、で、最近はあまりね、こちら活用されてないみたいですけれども、まあ、2008年頃までにはいろんなものがこう、こう追加で作られたりとかしてたんですね。で、まあ、こちらはどちらかというと、あの、展示場的っていうか、こう、その、ジェット推進研究所の関わってきた様々な NASA 関連のプロジェクトを展示している場所になっています。ですから、あの、宇宙探査とかね、そういうのに興味のある方は、うん、面白く見られるんじゃないかと思いますよ。はい。はい、面白そうですね。はい。ね。あ、興味ある人？はい。あ、じゃあちょっと、あの、楽しんでください。私、いろいろと、あの、知らないことが多かったので、今回、いろんなことを調べてみましたので、まあ、いろいろとご紹介していきたいなと思います。はい、ではですね、その旅に出発する前に、この番組のスポンサーシムの皆様をご紹介したいと思います。はい。この番組の提供シムは、Jサポ、エリア86、SSOC、以上のシムの皆様の提供でお送りいたします。というわけで、出発進行でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ウィーン、やった、行くわよ。よし、行こう。いい、行きますか。まずはじゃあこちらの方から。はい。あのね、ジェット推進研究所っていうところなんですけれども、こちらね、あの、アメリカのカリフォルニアのパサデナっていうところに実際にある施設なので、その、何、模型ジオラマっていうのがここに出てるんですね。これは実際の、その、研究所の、あの、写真、施設、すごく大きいんですよ。で、私たちが今、うん、スタート地点として選んだビルがですね、これですね。はい、ここ。こ、これ。ゴジラになってる。そう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 。おー、すごいすごい。あのビルが、あのビルってある？そうそうそう。あのビルが、あのビルでございます。あのビルが、あのビル。じゃあ、この中にどんなものがあるかっていうと、まず、ちょっと、まあ、さらっと説明するところと、じっくり説明するところとあるんですけれども、まずこのゲート、サイエンス&テクノロジーっていうところを通っていきたいと思います。はーい。でね、これね、これ一つ一つが、今までいろいろやってきた、こう、プロジェクトに関してなんですよね。で、ここに、例えば、オービッティングカーボンオブザーバトリーっていうのがあって、書いてあるじゃないですか。これクリックするとノートカードが来て、で、それに関する説明が出てるんだけど、この OCO って訳されてる、これは、例えばね、まず最初ね、何かっていうとね、軌道上炭素観測衛星っていう衛星なんですよ。これを、だからその、NASA が打ち上げてるわけですけど、打ち上げたけど、実はこれは失敗しちゃったぞで、打ち上げから17分後に落下してるんですけど、でも、でもほら、打ち上げたっていうね、NASA ドンマイ、その OCO っていうその、ね、
それね、OCO が1が失敗しちゃったので、OCO2 の打ち上げが2014年以降に延期になってるんですよ。うんうん、ですから、これから、はい、以降にですよ。以降に。すごいね、本当はね、失敗したやつもちゃんと展示するのはそうだね。そうなの。これね、地球温暖化を研究していた科学者たちが、今後ね、大気中で二酸化炭素の発生量と分配量は将来においてどのように変化するのだろうかとかね、あと発生量と分配量の変化による地球の天候に与える影響がどんなもんなんだろうかとかね、そういうのを調べるために打ち上げたんですが、残念ながら落っこっちゃったよっていうことで、でもですね、こちらの方に来てください。こちらもですね、アクアアースサテライトって書いてあるんですけど、このアクアっていうのは、このね、アメリカの NASA と、なんと日本の NASDA、宇宙開発事業団と、あとブラジルの国立宇宙研究所の3カ国の共同による地球の観測衛星なんですよ。それで、2002年に打ち上げられてるんですけども、今現在もこのアクアって、まあ、お水っていう意味なんですけどね。ここにね、今多分、カメラさんアップしてくださると思うんですけれども、A トレインっていうね、衛星のね、なんていうのかな、衛星観測の、地球をね、観測する衛星の隊列、ここ私ズケズケ入ってちゃうよ。これ、ここ。一番この先頭がアクアなのね。はい。見える？で、その次がパラソルとか、カリプソとか、書いてあるじゃない？これみんなね、地球を観測するための衛星が上がってるんです、こうやって。それがね、こうやってね、列になってて、それがね、A トレインっていう風に呼ばれてるんです。A トレインの一番先っちょの OCO だね、みたいな感じね。そう、それがアクアなのよ。だから、そう。それが日本とアメリカとブラジルの開発したっていうのが。なんですよ。共同開発なんですね。そう。なんで A トレインかっていうと、この A っていうのはね、アフタヌーンの略なんだって。へぇー。おぉ、アフタヌーン。なんかっていうと、今現在どれくらいの人工衛星があるのかの図を今出せます。おぉ、じゃあ出していただきましょう。出して。さすがやーん。すごい。なんだいそれは。おぉ、来た。これが今、リアルタイムで。こんなにすごい、こんなにギュギュなんだ。はぁ、渋滞してますよ、渋滞。インドネシア上のあたりで。だから、この A トレインもね、すごいギュギュなんですよ。だから、お互いに数分の時間差なんだって、これ。A トレイン自体の。だから逆に言うとね、お互いに数分ほどの時間差で同じ軌道を周回してるんだって。だから、集合的な観測データによって、地球の大気とか地表のね、高精度な3次元のね、画像が作れるんですって。なるほど。いやー、でもこんないっぱい飛んでると思わなかったな。すごいな。で、このね、A トレインが通ってるね、地球じゃない、軌道なんだけど、この軌道はね、赤道を通過する時刻が、その地方時間の13時30分頃になるように調整されてるんだって。だから、アフタヌーンに通るから、A トレインっていうらしいよ。アフタヌーンに通るトレインだから。ね。頭文字を取ったわけですね。そう。で、その、まあ、アクアっていうのはその日本も関連してるって言ったけど、あとここにカリプソっていうのもあるけど。はいはい。これが全部そのやつなんだ。そう。この A トレインを作ってるもの。この衛星がね。これ先生、だからここに並んでるのが全部その A トレインの衛星だね。そうです。それでこの私たちの後ろに、エアーズってあるじゃない。このエアーズって。このエアーズっていうのは、その日本が関連してて、日本とかブラジルと NASA がやったっていう、そのアクアに搭載してある機器の名前なんだって。こんなに色々あるとは、想像もしなかったって感じで。で、これを、このアクアを使って、なんていうの？調べるんですって。大気の温度とか湿度とか、地表面の温度とかを測定する機械が、この、エアーズっていう。エアーズっていうのは、アトモスフェリック・インフレアード・サンダーっていう。それは、機器の、計測機の名前なんだけど、っていう感じにね、これ。いろんな衛星でデータを取ってるんだね。そう。
っていう感じに、これ一個一個の展示がこういうような風にノートカードをクリックするとその説明が出てきたりとか、で実際に頭の上にこういうその何あの衛星の模型っていうんですか、モデルが置いてあるっていういう展示になってるんですよ。こんな感じで進んでいくんですけどね。じゃあちょっと先進みますよ。で、まあ、ちょっとこの衛星の紹介からはちょっとまた外れるんですけど、たけるくんこれ覚えてる？これここちょっと今あんまり稼働してないんですけど、これ前にアメリカの気象庁みたいなとこ行ったでしょ。あれと同じの、うん、あれと同じとこ置いてあって、ここからこの下を見ると地球温暖化が来て氷が溶けちゃったらこれだけ埋まっちゃうよっていう展示がここにありまして、うわ水に浸かってる、うわ、ね、だこれはちょっとあの衛星の関係とは違うんだけど、こういう展示もここにはありますが、でまた戻るわね。ちょっと和風な感じの建物だよね。そうなの気のせいじゃなく和風じゃないかなと私も思いましたよ。テイストな感じが和風和風だよね。和風だね。じゃあ来た道をちょっと戻って、で建物の正面を通って今度はですね、前回迷子になったから迷子にならないようにしないとな。しっかりついてくる。大丈夫大丈夫です。カメラを持ちつつついてくるから大変だね。でもあれ高性能カメラじゃなくて記念撮影だね。あ、そうかそうか、自分のね、観光用ですって。あの観光旅行者的なね。でこっち側です。いっぱいよ。こっちこっち。おーすげー。これはすげー、ジェット推進研究所の初期の時代に打ち上げたロケットの歴史の展示になってます。だからこのロケット好きな人は、まあクリックしてそれがどんなものだったかって見てみたり、なんかこう宇宙に上げたものとかってなんか一つ一つに物語があるじゃないですか。どれだけ大変だったとかね。なんかね、一つのロケットでなんか栄冠ができるくらいのがあったりとかたまにするじゃない、だからね、まあ、ちょっと興味がある方はゲーがいっぱいロケットが好きなのよ。これちょっと乗り物好きのたけるくんにはたまんない感じなんじゃないですか。そうだよね、ジェット推進研究所つってるけど、ね、俺ジェット風車積んでるからね。確かに確かにそうだね。標準装備になってるからたける確かにね確かに。このジェット推進研究所もびっくりだよ。びっくりのね、ジェットで推進しちゃうもんね。そうだ、うん、あ、そうそうそう、それでね、まあ、ここの施設は古いということを頭に置いて見ていただきたいんですけど、まあ、ある意味セカンドナイフの歴史みたいにも取れなくもないように古いんですけど、ここにですね、プレスランチボタンって書いてあるんですけど、ここで実際にこの黄色い箱見えますか？はい。でこれに横に赤いボタンついてるじゃないですか。そうだね。たけるくんそれを押してみてください。はい。そうすると、まあ ちっこいんですけど、あれ、この箱クリックした、あ、クリックした。そうすると一応ロケットのこれランチャーになってて、ロケットがランチするところが、大丈夫だと思うよ、1回で、出てると思うよ。すごいすごい。打ち上げが見れますよっていうね。まあ、今の SL だったらもっとすごいのできそうだけどね。さあカウントダウン始まるよ。どうするか。でも上がった時にすっげー勢いでブワーって上がってた。8、7、6、5、4、カウントダウンしてる。3、2、1、4。うわー、おー結構早いんですよ。あとすごいの、煙とかもバーッとで上がってね、結構すごいでしょ。すごい、あれもうちょっとでかいのじゃないのね。そうね、まあ飛んでるやつ飛んでっちゃってもねえ。そうね、まあ今なら、ほら今だと大きいのできるけど、まあこの時代は大変だったのかなっていうね。
なるほど。すこぶら早かったですね。でもいい感じで、うん、飛んでく様子が分かって、うん、よかったですね。よかったね。OK。はい。っていうのを見つつですね。はい。じゃあ今度こちらの方の展示を見てみたいと思います。はい。これはね、スターダスト。うん。スターダスト。このスターダストっていうのは、うん、宇宙の、あの、ダストね、ジンでしょ？うんうんうん、宇宙人違うけどね。宇宙人人違い。スターダストでわかるでしょ。わかるよね。宇宙チリ。うんうん、そうそう、チリですね。そう、宇宙のチリです。これね、初めてね、これ、ディスカバリー計画っていう、計画、有名なのがあるんですけど、そのね、宇宙探査機の一つで、そのね、宇宙からのその塵を地球に持ち帰った最初のサンプルリターンミッションなんですよ。だから本当に、だからこれね、クリックしていただくと、クリックするよ、私がこうやってやって、はい、宇宙に上がった時にはこういう風に羽を開いて、それからここの前の部分も開いて、でその中にこのフィルターが見えてるんですけど、こういうフィルターが、これね、ウィキを調べていただくと本当にこの通りなんですけど、このフィルターで、おお、すげえすげえすげえ、うんうんうん、ね、ちゃんと動いてすごいな、こんな感じ。あのフィルターに火をつけて、そう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 、これはね、2006年1月15日に地球に資料を持ち帰りました。打ち上げられたのがね、1999年の2月7日なんですね。50キロ。59年から？そう、1999年の2月7日に打ち上げられて、約50億キロを旅して、2006年1月15日に地球へ資料を持ち帰ったんですが、それの持ち帰ったカプセルが一番目の前にこう飛んでるちっちゃいカプセル、この部分で戻ってきたんですね。これね。うん、そうそうそう。そう。で、その後ですよ、延長ミッションっていうのがあったんですよ。で、延長ミッションとして、その、最初に行ったのはそのヴィルト第二彗星っていうところだったんですけど、2番目はテンペル第一彗星っていうところに再訪問が決まったっていうことなんですね。また行くけど。勉強になる。行ったのかな？うん。どうなんだろう。で、こちらもカプセルなんですけれども、うん、今のこのちっちゃいところね、うん。で、これはユタ州のアメリカ軍の、訓練用地に無事に着陸したんです。で、このフィルターの部分なんですけど、これは、ね、エアロゲルなんだって。エアロゲルによるスターダストの宇宙チリの捕捉装置なんですって。そう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 。そうです。うん。なんだって。それでね、一番最後にはですね、2011年、だからそれからもう一回リターンミッションに戻ったわけですよ。テンペル第一彗星行って、ところがね、最終的には2011年の3月にね、だから2年ぐらい前、スターダストは最後のミッションとして、その残存している自分のところに残っているその推進剤を全て噴射するっていう実験を行って、宇宙でね、で、これによって、姿勢の制御がもちろん不可能となったため、2011年の3月の24日に最後の通信を行い、運用を終了したということです。はい。で、この最後の、ね、切ないなぁ。ほら、切ないよね。で、その最後のね、その噴射実験したわけじゃないですか。推進剤をすべて噴射してしまうっていうね。で、これもやっぱり実験になっていて、その成果っていうのは、その推進剤のね、消費量を正しく見積もる技術を開発することにすごく役立てられるらしいですよ。なるほど。だからなんかね、自分の命を引き換えて、命をっていう感じのなんか切ないよね。切ないなぁ。命じゃないけど、じゃないけどね。深いストーリーがあるわけですね。そうなんだよね。なるほど、なるほど。そうそうそう、っていうね、これ一個取ってもそれだけのストーリーがあるよっていうことで次に行きますよ。そう。スターダストくんってほら、ね、ディレクターが泣いてるけどさ。
さん、でこれよく聞くと思うんですけど、ジェネシス探査機です。ジェネシスっていうのはやっぱりこれもディスカバリー計画の一環として送られた探査機なんですけど、こちらはですね、2001年の8月8日にケープカナベラルから打ち上げられてるんですね。あの打ち上げに使うロケットっていうのがあって、それね、デルタ2っていうのを使うんですよ、大体。だからデルタ2を使っていろんな探査機を宇宙に運んでるんですけど、これもやはりデルタ2によって打ち上げて、で、2年間にわたってこのジェネシスの場合は、太陽風に含まれる粒子を採取した後、それを地球にちゃんと持ち帰ってるんですね。それでね、本当はね、最初の計画ではね、帰ってくるときに、2004年の9月8日なんですけど、こちらにこの写真がいろいろ変わってる中に出てくるんですけど、いろんななんか写真が出てますね。そうそうそう。あのね、回収カプセルのパラシュートが開いて、減速して、それで、ヘリコプターのパイロットがね、あの、スタントマンみたいに、機体に取り付けたフックでパラシュートを引っ掛けて回収するはずだったのに、実際は、パラシュートが開かないで、もう時速300キロで地面に激突っていう。バッチリ落ちちゃう。うわぁ。そう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 。だからこの今写真に出てくるんですけど、もう結構バラバラ。さっきなんか。それで実はね、設計図のミソで、パラシュート起動用のスイッチがね、上下逆さまに設置されていたから。あるね、いろいろね。残念でしたみたいなことだったらしいですよ。ね、これ丸いの何？これ丸いのこれ。丸いのってどこどこどこ？あ、このタケル君の目の前にある白い。あ、これ？これはね、スペースクラフトって書いてありますね。これで、なんだったっけ？宇宙でのその何？採取するのに使った。もの。いろいろ取っちゃうわけね。採取して、この部分が、この部分がだから激突したのよ。地球に持って帰ってきて。あ、そうなんだ。これが持って帰るやつ。そうそうそう。これを持って帰って、これを、何？うまくキャッチしなきゃいけなかったんだけど、時速300キロで激突しちゃったよっていうのはこれ。なるほど。あれだよね。時速300キロでさ、降りてくると思わないからさ、それをこう回収しようと思って近寄ったらさ、なんかゆっくり降りてくるはずなのかさ、ビューって来たら、危ねえみんな避けちゃったみたいな。早いし。おかしい。早いし。ね。だからね、さっきからほらディスカバリー計画って、ディスカバリープログラムっていうのあるんですけど、これ何かって、まあ知ってらっしゃる方多いかもしれないんですけど、低コストで効率のいいミッションを目指した惑星探査計画なんですって。だから特徴としては、ちっちゃくって安い探査機を頻繁に打ち上げるっていうことなんですよ、ディスカバリー計画では。で、スローガンがあって、より早く、より良く、より安く。ね、faster, better, cheaper っていうのがスローガンなんだって。そうそう、cheaper, お安く。それがディスカバリー計画だったんだそうですよ。で、こちら側が、ボエジャー1 and 2ですね。こちらボエジャー計画。もよく有名ですけど、これはね、太陽系の外側の惑星、および太陽系外の探査計画ですね。1977年に打ち上げられています。よく聞きますね。なるほど。はい。です。で、こちら側にですね、ちょっと広い場所があるんですけど。はい。どっちかい？こっちかい？こっち、後ろ側。会議場みたいになってるでしょ？こちらはね、ボン・カルマン・ミーティング・エリアって言うんですけれども、このボン・カルマンさんって人なんですけれども、その方は初代のね、ジェット推進研究所のディレクターですね、初代の。あと、後に国際宇宙空港アカデミー。国際宇宙高校アカデミーの初代会長を務められた方で、その方のお名前を取って、こちらの、なんて言うんですか、ミーティング会場。でね、こちらの施設が活発に使われていた頃には、実際にここにパネリストの方たちが座られて、こちら側に、お客さん、オーディエンスとか入って、なんかいろんなイベントとかがあったようです。
あ、ここで実際にこうディスカッションみたいな感じをそうやったりとかあったみたいですよ。うん、僕はじゃあ宇宙について考慮しましょう。素敵、お願いします、タケル先生。このね、ボン・カルマンさんってね、航空工学の父とも言われてるらしいですよ。だから、それにふさわしいのお願いしますよ。なんか難しい注文が出てましたよ。皆さん、静粛に。宇宙とは？宇宙とは？宇宙とかけて何と解く？どっかの番組のお題みたいになってますよ、たける先生。詳しくは、ウェブで。ウェブなんだ。なんだそれっていうね。詳しくはこちらで。うん、なるほど。はい。じゃあもう一つの展示に行こうかなと思いますよ。もう一つはこちらです。おい。あ、なんか、ちょっとワクワク加減が半端ない感じになってるぞ。なんかでかいのがあるぞ。そう、でっかいのがあるぞ。これはね、ドーン計画っていうね。ドーン。うん、ドーン探査機。の、こちらにあるのがリアルランチャーですね。本当に、こちらから打ち上げられたっていうのの。うん。で、ドーン計画で使われたのは、イオンエンジンっていうの？イオン推進。うん、そう。イオンエンジンを使ってるんです。そうです。イオンエンジンは、待ってか。あれじゃないよね。違うよ。イオン違い。どっか言うのじゃないよね。違う。イオン違いです。ちょっと違うな。イオン違いだね。でっけえ。でもね、そのイオンと同じにじゃないけど、あのね、すごいね、なんていうの？ジェット噴射速度っていうの？うん、それがね、化学ロケットと比べて桁違いに高いから、静止衛星の長寿命化に貢献してるんです、このイオンロケットって。で、このドーンっていうのがそのイオンロケットを使ってるんですけど、イオンロケットのまあ模型っていうか、なんていうか、まあ模型なんでしょうけどっていうの、ここにあるのよ。で、これ、どこに？ロケットに挟まっちゃってる。どこに？ロケットに挟まっちゃって。呼んであげないからねーだ。挟まっちゃって。おかしくて呼べないっていうか、はい。ちょっと、動けないんだよ。呼んだよ。呼んだよ。無事生還。受けた今。本当に危ない。おかしい。そのまま飛んでっちゃえって言われてますよ。一部になっちゃってもよかったかもしれない。いい結果が生まれるかもしれない。逆に。で、これがね、イオンロケットとは何ぞやっていう説明なんですけど、私読んでも全くわからないので、はい。これなんかボーンって出てるよ。まあ、そう。とりあえず、これ絶対、ね、すげえぜって感じなんですかね。そう、うん、ジェット推進研究所のですね、キセノンイオンエンジンの模型です、これが。あ、ちゃんとね。まあ一応ね、ドーンって何って言うんですけど、準惑星ケレス、および小惑星ベスタを目標とする無人探査機で、これもディスカベリー計画のミッションの一つだそうですよ。史上初のね、小惑星帯に永久に留まる人工物となる予定ということで、2007年の9月27日に打ち上げられていてね。で、2011年にそのベスタの外観軌道に入ったんですって、観測軌道に。そして、2012年、去年の9月5日にベスタを出発して、で、2015年、だから、あと2年後の2月にケレスに到着して、ですからミッションの終了予定は2015年となっていますということですよ。ですからこちらは。そんなにさ、遠いところのやつはちゃんと言うこと聞いて動くよね。すごいよね。確かに。すごいよね。ちょんとやってね。ちゃんとね。ちょんとね。近くにいたって言うこと聞かないやつバカなのよ。
なんかすっごくの恨みがこもった感じで、まだね先が結構あるので、うん、私ここでねあのインフォメーションコーナーをやろうかなと思いますよ。どうですか？もう一つ言ってからでもいいですよ。いいですよ、ここでやってその後存分に見せてもらえますか？あ、存分にね、はい、うん、じゃあちょっと待ってくださいね。じゃあ私は用意しますから、お二人でじゃあちょっとお願いしますよ。はい、ねえねえ、おてつやん、あそこの上のところにさ、ボールみたいのがあるんだよね。ボール？ここの上、ここだ、ここ上、ビヨーン、ほら、どれどれ、上行った？たけるくん、うん、上、ずっと上かな。あれどこだ、やべ、見失ったかもしんない。ロケットの隣のこの、あ、いた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 、あ、ほんとだ、ボールなんでしょう。あ、そうね、座っても動かないのね。やっぱり何でもないってことですか。あー、そっかそっか、そうなの。あ、なんか座れそうな感じがしないでもないけども、座れそうな雰囲気で実は何も座れないっていうね。あ、そうなんだ。じゃあちょっと試しに。じゃあ、たけるくんは用意ができましたので。休憩にできました。あ、本当に、二人で休憩モードになってるっていう。そうだよね。クレオネさん、はい、頑張れーって。頑張るよー。頑張れー。こっから見てるぜーって。はい。大丈夫ですか？はい、せよ。お、森さん、はい。では。たびたび夢大陸スポンサーシムからの今週のインフォメーションをご紹介します。4月からの正式運用開始を目指す J サポより3月10日に行われました初心者支援センター説明会についてのご報告、そして初心者支援カフェなどのお知らせをお届けいたします。去る3月10日夜9時から J サポ棟の第1回目の説明会が開催されました、うん、たくさんの方々のご参加により活発な質疑応答などを含めて当初30分の予定が2時間を超える長く熱意に満ちた説明会となった模様です、うん、説明会では J サポ理事長からのご挨拶、概要説明の後、うん、ホームページの運用について、施設の説明、募集について、そして質疑応答と5つの項目についてご説明と参加者の皆様とのやり取りが行われました。うんうんうん、まず、ホームページについては、新規ユーザーを増やそうという目的のもと、ご覧のような役割と掲載内容で呼び込みと登録方法、そして始め方の解説を行っていくという運用方針の説明がされました、うん、現時点で検索サイトからのアクセスが1日で約5件から10件ほどあり、うん、今月に入ってから J サポホームページよりの新規登録も30件あったことも報告されました、うん、すごいね、うんうん、施設紹介では各施設の役割や機能などの説明と基本操作や初期アバターからの脱出方法などが学べるチュートリアル施設で、今後はアイテムなども揃えていくということ、また、うん、サポートが必要な方にはツアースタッフが対応できるような体制を整えていきたいという展望の説明もなされました、うんうん、募集についてはまずスタッフやご協力者の募集について、請負ビルダー、初心者サポーター、カフェスタッフ、協力店、支援施設、土地レンタル情報など募集内容についての説明が行われました、うん、スタッフ募集の開始は4月7日から受付開始とのことです、うん、こちらの詳細はまた決まり次第ご案内がある予定です、うん、募集については他にも初心者支援居住区への入居者募集について説明が行われました。入居条件や入居期間、物件の概要などはテロップの通りになっています、うん、住居エリアについては4月後半ぐらいからの運用を予定しているそうですよ、うん、その他ですね、説明会での質疑応答ではどのように初心者さんをサポートしていくべきかなどをはじめ、
募集されるサポータースタッフについての質問などたくさんの質問が投げかけられました。こちらについては、うん、空豆ブログ内にありますあゆむらで会いましょうの記事内で詳細がご覧いただけます。また説明会ではご紹介できなかった J サポの新スタッフさんのご紹介も記事に上がっています。以前この番組でも募集の告知をさせていただいたアンケートについての回答内容についてもこちらのブログで詳しくご紹介されていますよ。うんうん、また J サポ島では初心者支援センター駅前に現在建築中の初心者支援カフェが3月31日21時からオープンする予定になっています。うん、当日はオープンを記念した限定ギフトやミニコンサート、ビンゴ大会などが開催される予定だそうですので、初心者の方もそうでない方もお友達お誘い合わせの上ぜひご来場ください。なるお友達に、うん、セカンドライフを紹介したいなと思ってらっしゃる方はぜひ迷うことなくセカンドライフがスタートできる J サポ島のホームページをご紹介ください。初心者支援カフェの現地 SLURL のほか、J サポートホームページの URL も、あゆむらで会いましょうブログよりご確認いただけます。ぜひアクセスしてみてくださいね。はい。ということでしたよ。はい。ね、盛りだくさんでしたね、今日もね。いよいよっていう感じで、うん、だんだん秒読みに入ってきたなっていうワクワク感がありますね。うん。もうすぐですね。そして次のお知らせに、はい、僕どうしたら初心者になれるの？初心者にしちゃ可愛くないよねっていうか、ういういしくない？ういういしくない？可愛くないってことだ。ういうい？やさぐれたけど。失礼いたしました。初心者さんになりたいんですか？初心者と言っても過言ではないと思うんだけどな。あ、まあね、あんまりログインしてる気配、うん、そんなないからね。そうだよ。考えてみたらね、うん、うんうん、だからそういった意味でギュッてあの SL に住んでるね、あのオンラインの時をギュッてしたらそんなないかもしれない。確かにね。そうね。うんうんうん。はい。じゃあ、もしよろしかったら。そうね、注意会だからね。うん。おかしい。たけるくん、週1回しかログインしない理由は、なんか、リア充だからじゃないかって。まあまあ。言われてますよ。いろいろ言われてますね。言われてもね。それに関しては、事務所が NG 出してるので、なるほどね。言えないのね。はい、わかりました。はい。はい、ではですね、次に移りたいと思います。うん、はい、次はですね、エリア86恒例の新作フリーウェポンと合わせて配布のフリーのアウトフィット、そしてラッキーボードの情報をお届けします。うん、まずこちらは以前に配布していた銃のリニューアル、リリース後にサウンドのもっといいものができたこと、うん、いいものが来たこと、作りの関係で壁抜けが起きやすかったなどの事情から、うん、ミーさんも前々からやり直したかったという AA12、AA12 の新バージョンです。うんうん、造形、テクス、すべて変更になっています。うん、弾数86発でフルオートタイプのショットガンです。うん、そしてもう一つ。今回はエリア86オーナーのミーさんから、ミーさんが日頃お世話になっている方や、シムで頑張ってくださっている方などの作品に合うようなものを、というコンセプトで、勝手に応援バージョンと題して出されています。勝手に応援バージョン。そしてこちらの銃なんですけれども、うん、こちらの銃は、桜田門外の変で使用されたと考えられていました、コルトベイビードラゴンをモデルにしたもの。SLTV のエリア86様を担当させていただいております、ココロさんの着物と、和の小物ブランド、ココロ頼りの
イメージでミーさんが制作されたそうですよ。なるほどね。あのね、今ディレクターからのインフォメーションね、桜の門外の変で使われた銃っていうのは、ペリーが2度目の来航の時に、これ何、爆心にプレゼントした銃を、水戸藩が模造したものだそうですよ。そうなんだっていう。ね。はい、そうですね。はい、そしてですね、左、はい、次ですね、左上が、ホルスタースタイルとして、帯前に挟んだ形。うんうん、で、右上が、スタンスアニメ、うん。で、下側2枚が、マウスルックアニメです。うんうんうん、お袖が邪魔にならないようにしてみましたということです。なるほどね。うん、はい。弾数は6発で単発タイプとなっています、うんうんうん、銃2つはいずれもエリア86エルシム地上駐車場にて配布されています、うんうん、そして今週配布開始になりましたアウトフィットの方はエリア 86ZSIM に本店を構えるアクセサリーショップ、うん、フィールさんへの応援としてフィールさんのアクセサリーに合わせて制作されました。リアルでは、うん、しにくいけれど、SL では挑戦してみたいアクセサリーの一つ、ボディピアス。露出を抑えながら、ボディピアスがちらりと見えるシャツに、ネックレス、レッグアクセなども似合うようなスタイルです。うん、シャツは XS、S、M、L の4サイズで、レッドとブルーの2カラー。ショートジーンズも XS、SML の4サイズでインディゴブルーとブリーチブルーの2カラーズですね。メッシュ。はい。ね、そうですね、メッシュですね。はい。そして、もう一つの配布アウトフィットはミニワンピです。かわいい。一体型のメッシュ製で背中の空きが大きいので、中にキャミソールなどを着る着方がミーさんのおすすめだそうですよ。もしかして、あそこにいいの、背中にいいの、ブブ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 ブ。真ん中のは、押さえて、どうどうどう。ジョー。ジョーじゃないから。ジョーじゃないから。ジョーじゃない。うんうん。そうそう。だから、キャミ着てるのが右側ですね。で、まあ、たけるくん的にはジョーの方がね。まあ。ブブブブブブ。はいはい。オッケーオッケー。押さえて押さえて。たけるくんが分解しちゃわないうちに次行くわよ。そしてね、ラッキーボードでは、ラッキーボードでは現在こちらの4点がエリア 86ZSIM 地上で回っています。ショップ LL では、メンズのトレーニングウェアのセット2点。そして、カワウソショップでは、ドールハウスのような可愛い置物のカワウソハウス、タソガレと隠れ家です。これですね、先週あの、トキスデッドシティでココスの暴言入るやつです。そうですね。違いは何だろうっていう。違いは何だって言ってね。見たら全然違うんだろうかっていう。そう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 。あんたも思ったことその口に出すのはね、そろそろもう大人なんだからやめとこないよね。噛み砕いてやめてないよ。いやいやいや、だからほらね、原稿にちゃんとほら夢中に集中してるとあの、うん、モニターを見てられないのでそうなっちゃうわけですよ。うん、うんうん、ね、はい。はい。というわけでですね、銃の配布場所なんですけれども、こちらはエリア86エルシムの駐車場。そして、お洋服の配布とラッキーボード。こちらはですね、エリア 86ZSIM 地上のショッピングゾーンとなります。ラッキーボードに関してなんですが、こちらはラッキーボードは水曜に入れ替え。お洋服類は1週間の無料配布期間を過ぎますとショップ LL で有料での販売に切り替わります、うんうんうん、ただいま先週金曜日の SLTV 大丈夫ですか？大丈夫ですか？失礼しました。ちょっと出ちゃいました。大丈夫ですか？大丈夫ですか？失礼しました。大丈夫です。
ただいまですね、先週金曜日の SLTV 竹下ジェットシティ内のラッキーパネルコーナーで商品として提供されましたショルダードレスとヒールのセットも有料で販売されています。うん、フリーアイテム情報など、エリア86の最新情報は SL 内グループのほか、そら豆ブログ内にあります、エリア86オーナーラブミーさんのブログ、ラブのつぶやき2からもご参照いただけます。ということでした。なるほどね。はい。以上、たびたび夢大陸スポンサースイムインフォメーションでした。ありがとうございました。ありがとうございました。そんなにそうだったね。とてもいい感じに見えてましたよ。うん、あ、そっか。初めて見たぞ。ミーさんのってことかな。いや、全体的に。あ、全体的にですか。あ、なるほど。じゃあ次行くわよ。あ、そっか。噂でしか聞いてなかったのか。ラジオか。そこにもうツボがいっちゃってまあわからないでもないですけどね。まあね、SL 初心者ですしね、いろんな意味の初心者なのかもしれませんね。男の子ですからね。はい、男の子ですからね。はい。ではですね。いや、自然現象なのか。え、そうなの？意味がよくわかんない。まあ、あのスルーしていただければとね。いろんな意味で。いろんな意味でね。はい。こちらですね、フェニックス探査機のエリアにやってまいりました。フェニックス探査機、うんね、でフェニックス探査機はね2007年こちら8月4日に打ち上げられまして、うんうん、2008年5月25日に火星の北極の氷の豊富な地域に着陸、うん、っていうことなんですよ、うん、で着陸後はロボットアームで北極域の地表を掘り下げて、まあ、過去にあった水に関する情報を探して、まあ、火星が微生物にとって適切な環境であるかどうかを調べたそうですよ。すごいというわけでこちらにね、その、うんうん、まあいかにも、まあ、2004年からやってるシムだぞ的なものが置いてあるんですよ、うん、ここの中にこう入りましてですね、マウスルックでな、はい、周りを見よというそうすると今だったら笑っちゃうんですけど、これ火星？そうです、マーズです。まるで火星にいるような。わあ、すげえ、火星にいるみたいな。え、ていうか火星ってこんなのなの？これからね、うん、お連れしますけど、はい。え、火星に？そうそうそう後ほどね。あ、でもこれ、はい、意外とこういうの楽しめるかも。あ、本当？これツボかもしれない俺。こういう展示結構あるんですよね。ちょっと火星に行った気分に本当になれた。なんか人が住めるよね、あれ。だって送るって言ってるもんね、マーズ。で、ここがですね、いかにも的なっていうかね、今の SL では考えられないようなね、あの、ほら、うん、昔の、あの、青い紙と赤い紙、あ、セロファン貼った立体、そうそう、メガネで見ると立体に見えるよエリア。え、これどうやるの？これどうやってやれないんですよ。セロハンが赤と青のセロハンがないと。セロハンがないとできないと思う。うん。で右で自分で実際にそうやりようがないのよ。だってだから自分でこういうメガネを利用してかけて、これを見るしかできないっていう。なんかで見るんじゃないの？いやないんですよ。それがあっちこっちクリックしてみたりとか、このメガネをクリックしたりとかしたけど、ないのよ。ここにメガネあるけど。タッチしても何もならない。あるけど、タッチしても何もならないのよ。そうなのよ。ああ、テレポートしちゃった、うん。そうでしょ？ちょっとこれをね、だから、え、これって、リアルでこれがなんかないとできないのかっていう、私はそういう結論に達したんですけど、いや、こうやるとできるよっていうのが、そう、あれば教えてほしいぐらいだわっていう。2つもあるってことは、これね、よっぽど自前のメガネで見てねって。そうそうそう。ああ、見たかったな。ね、うん、ちょっと見たかったな、ね、これも。これも面白そう。でね、この先行きますよ、もうだって。はい、結構時間、押し気味なので。
でもちょっと今日は伸びちゃってもごめんねですよ。はい、いただきます。これはね、こちらにあるのは、太陽系の模型なんですけれども、これはまあ、ね、大きさがいろいろとこんな感じだよっていう比較でずっと全部出ておりまして、でこの私たちの頭上にあります太陽ですね。この真上にあるのが太陽なんですね。これ太陽ですか？そうそうそうこれ黒点ですか？これで太陽、あ、黒点も書いてあるかな、書いてあるかなって言っちゃいけないね、で太陽の中がね、実はね、プラネタリウムになってるんですね。へえ。でそれもちょっとね、普通のプラネタリウムとは違う。私の後ついてきてくださいませ、こっちみたいですよ、こっちみたいですよ、こっちですよ。階段を上がって、はい、それでね、ここの階段を上がると太陽に行くんですけど、あ、ここから太陽の中に入れるんだ、はい。なんですが、ここに赤いボールがあります。まあ、たけるくんにお座りいただくと、マウスルックに造的になりますので、それで自分が住んでるエリアにだんだんこう寄っていって、自分の住んでるところをクリックすると、そこにたけるくんのくさび、名前のついた、だから多分日本の方がいいと思うよ。私も先ほど来て、モニオくんもそこにくっつけてる。日本でした。セットスカイって言ったよ、はい、そうだ、セットスカイしてください。はい。でマウスルックから出て、で、はい、もうスタンドアップしちゃって結構です。はい。そしたらこちらの矢印の方の中に入るんですね。そうすると今のたけるくんがいるいた位置の地球でのここのどの部分が影になって、どの部分が太陽が当たってるかっていう、この下に模型があるんです。このこれ透明に見えるんですけど、これ歩けるんですね、実は。ですから今ここたけるくんがくさびを打ったの日本じゃないですか。ああ、そうだね。ね、日本は今この黒い影の中に入ってるでしょ。夜ってことか。そうそう、夜ってことなの。だからそのくさびを打ったその場所が今太陽の光を受けてどの位置にあるかっていうのが分かるっていうことです。へえ、すごい。あ、でもさ、このプラネタリウムさ、この上見たらさ、なんか本当にあれみたいね、綺麗、あれみたい、ね、このなんか星空をね、そうですね、ね、お星様って素敵よね。あ、そうね、ポラリスだわ。だっけ、なんか、北極星だっけ。はい、お勉強しながらも、はい、じゃあちょっと急ぎますよ、先を。そうね、先を急ぎますよ。あれ、どっから入ったんだっけ。ここからはね、そう、これか、まだ本日のメインイベント終わってないんだから。マジで。世にも悲しいメインディッシュが、探査機の物語があるんだから。え、そのまま出て、うん、はい、あ、階段が見えない。さっき言った通りに戻りましょう。ごめんなさい。大丈夫。おい、大丈夫です。はい、ではですね、いよいよ、まあ、火星、マーズに関係ある場所にだんだん近づいていきます。はい。あ、なんか風が吹いてるよとか。そう、すごいでしょ、風が吹いたりとかしてるでしょ。なんか火星に近づいてる感じ。そうそうそう。マジっすか。うん、風の音がしてる。ここですね。あ、なんかすごいすごい、まあ、いっぱいある、いろいろ。ここがね、マーズパスファインダーっていう。あ、はい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 、この間、これもね、ディスカバリー計画の一つなんですけれども、ニュースでやってて、やってたね、例のあの Faster, Better, Cheaper っていうのの一環として行った火星の探査計画で、それそのこの Mars Pathfinder っていうのはこの計画で約1万6000枚の写真と、あとは大量の大気とか岩石のデータを送信してきたそうですよ。あのね、一番最初は1976年にバイキングっていうのが行ったじゃないですか、それ以来20年ぶりに
火星に着陸した探査機となってるんですね。あのここの上のところに、あの観客席のところの上の部分に火星の何丸い作り物がぶら下がってますけど、うん、こちらの方にそのパスファインダーですね、これのこのマーズパスファインダー&ここにあるこれがね、ソジャーナっていう探査車っていうのかな、マーズパスファインダーっていうのの特徴なんですけれども、これはね小型のね、火星面の探査車のソジャーナ、このちっちゃいやつ、これ、ソジャーナちゃんってもうディレクターが叫んでますけど、ディレクターの、うん、これ私の足元そう、スジャータじゃないからソジャーナソジャーナ違う それでこれがね、これがどれに入ってたかっていうとこれなの、こっち、これが着陸機だったんですよ。でこれの外側を今ね時々向こうから転がってきてるあのプチプチ丸いものがいっぱいくっついてぶどう状になったものがさっきから転がってきてるの見えたでしょ。あれが実はね火星に着陸するときにあのなんていうのあのなんていうのだっけ、エアバッグ、うん、エアバッグっていうのを使って普通だったらあのロケットの推進を使ってこう軟着陸っていうのをするんだけど、このほらチーパーじゃなきゃいけないから低コスト化を、そうそうそう、低コスト化を図るためにそのエアバッグにその全体を包み込んで、それで表面に突入して地表でバウンドさせるっていうね、そういう独特の、そう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 、あれあれあれ、こうやってやって着陸させたらしいよ、すごいね、こういう独特の着陸システムでこう降りてきてゴロンゴロンゴロンで、その中に入ってたのがまずこれね、これ、ね、これがパスファインダー、それでこれがね、ここからのこのここから出てきたのがあのちっこいソジャーナ君、ソジャーナ君、うん、そうソジャーナ、ソジャーナで、こちらの私の足元のこの着陸機の本体の方はね、火星のね生命探査に情熱を注いだ天文学者カール・セーガンさんの名前を取ってカール・セーガン基地と名付けられたそうなんですよ、私の足元のこれを。でここから中から飛び出して探検をしてたそのソジャーナ君ですね、ソジャーナ君、ソジャーナ君は一生懸命カメラとか気象観測装置とかで火星の地表とかあと気象とかを観測したそうなんですよ、一生懸命ねっていうふうに。それでこのローバーがソジャーナ君ですね、ソジャーナ君ローバーとあと着陸機のこのカール・セーガン基地なんですけれども、本当はね1ヶ月でもうダメになっちゃうだろうって、まあ1週間から1ヶ月が限度でしょう寿命はって考えられていたところ、着陸してから83日後、まあ83日後ってことなんですけど、一応ほら火星に到着してから83日後っていう意味で83火星日後の9月27日、あ、すごい砂嵐来た、なんか嵐がウェイ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 、すげえ、ケムケムケム、すごいな、でもこうよくできてる、すごいね、そう、なんか一つ一つが大まかに、あ、なんか聞いたことあるとかいうのがあるけども、細かくこう説明されてていいですね。これね、火星のね、天候はこうなってるよっていうことなんですよ。この砂嵐。すごいすごいすごい、砂嵐だ。すごい。お、すごいすごい。これ、ちょっと聞いてみたらすごい。うーわ。はみ出た。これね、人旋風って言うんですって。マーズ、ダストデビルズ。ダストデビルって言うんですけど。マーズの火星人旋風っていうの？でね、これね、乗ろうと思ったら、まあ一応アバター乗ることもできるんですよ。それは。それで、いい？ちょっと待って、まだ話が終わってないんだから。いいかな？はい、いいです。で、1ヶ月でダメになっちゃうはずだったのが、
このね、うん、パスファインダーとの通信が途絶するまでの間約3ヶ月間、うん、駆動をし続けたんですよ。それで NASA は1998年の3月30日まで、うん、ね、だから9月27日に通信が途絶えてから、その後も3月10日までね、コンタクトの復元を試みたんですけれども、うん、その、うん、10月7日にね、短い信号を受信したのみで、その後通信は回復しなかったんですって。で、この通信が途絶しちゃった原因っていうのは、まあ、未だにはっきり分かっていないんですけれども、うん、その原因はね、このローバーのスズラナ君ではなくて、この着陸機ね、私の足元のこの着陸機の基地の方が低温のために故障しちゃった可能性が指摘されてるんですね。で、そう。で、この基地の方が壊れちゃってたとするとですよ、このローバーのソジャーナ君は、あらかじめ地球との通信が一定期間途絶した場合は、着陸機、ね、この基地に近づきなさいよと、近づくこと。ただし、着陸機には乗ってはいけないとプログラムされていたんですって。あら。っていうことはですよ、この着陸機ね、カール・セーガン基地の周りを近づいてくるんだけど、さながら子犬のごとく故障するまでの間ずっと回っていただろうと考えられるっていうことなんですよ。うわぁ、切ないなぁ。でしょ。なんかね、切ないよね。っていうことなんですよ。はい、悲しいでしょっていうお話がありましたっていうことです。なるほど。だから一個一個にストーリーがあるんだよ。そうよね。奥が深いというか、ね、もう全てで映画が作れますね。ほんとね、そうってね、やっぱりね、すごいでしょ。これね、新しいのよ、こっちが。マースエクスプロージョンローバーっていう、エクスプロレーション、エクスプロレーションローバー、うん、っていうんですけど、こちらは新しい方。だから最初バイキングが着陸、その次がマーズパスファインダーで、その次。うん。うん。です。うん。で、先ほど言ってたタケル君が言ってた、飛行機。うん、あれはね、実際には行って、まだ送られてないって書いてありましたけれども。うんうんうん。なんていうの？飛んでんのかな？忘れちゃった。そう。マーズエアプレインっていうことになってるんですけど、まだ実際は飛んでません。うんはい、っていうことです。ってことですね、いずれは。どうなんでしょうね、そこまではわからないですね。そんなこと私は聞かないでよみたいな、はい。そこまではわからないわ、私 NASA の人じゃないわみたいな。NASA じゃないよみたいな。そうよ、まあ、私 NASA だったら答えたいけど、ちょっと勤めてないからわからない、ごめんなさい。すごいよね。そう。NASA じゃなくてクリなのよってね。そうよ、クリよ、NASA じゃないわ。で、この上に行くと、実際にそのエアバッグが落ちてくるところと、その、砂嵐が発生する場所なんですけれど、まあ、ここまで上がっていただいてから、実際に今度は、火星にある一番大きなクレーター、ビクトリアクレーターにお連れして、今日を締めくくりたいと思います。なるほどですね。はい。いや、でも、てるなぁ、ほんと。すごいよね。ね。勉強にもなるし、楽しいしで、はい、いいなぁ、ほんと。ね。だからほら、興味ある人は、一個一個の解説を読んだりしたら面白いかもしれないけど、来て、ただこう、天井見てるだけだと、まああんまりよくわかんないかなっていう気もするからね。そうだね。うん。だから、どれだけ、こう、うん。これ乗れる？クリックするとこれ出てくるから乗れるの。だから、こうクリックすると、このクリックするとほら怒ってくるから、あ、物理だから、あら、詰まっちゃってるね、これね。渋滞中？押した。これなんかほら。押しても動かないの。動くよ。はい。なんか罰ゲームみたいになる。なんだこれ。なん
こうなってた。おかしい。こんなに下からだ。あ、結構落ちてっちゃったし、下に。おかしい。ローバーが見に来てる、こっちを。そっか。お迎えが、お迎えのローバーが。ローバーが。おかしい。ね。それで、運よくさっきの砂嵐に会うと、砂嵐にも乗れるらしいよ。え？砂嵐にも乗れる。砂嵐にも乗れる。うん。行ってきまーす。おー、すごいすごいすごい。砂嵐はね、あの、自然には来ないのよ。発射装置はないのよ。音とかなんだかな。うん。さっきはあっていっぱい来てたけど、そう。だから砂嵐にたまたまあった場合には、まあセカンドライフならではっていうことでクリックすると乗れますよっていうふうにも書いてありました。なるほど。はい。はい。大丈夫？大丈夫。大丈夫でいい。さあみんな遊んだら、やべ、ビクトリアクレーターに行くわよ。そうすると皆さんこのパネルをクリックするとあの行かれます。今度は火星に、私たちも火星のビクトリアクレーターに。あ、本当だ、タッチフォーマップトゥビクトリアクレーターマーズって書いてますね。はい、そうです。ここタッチでこれも行っちゃっていいですか。いいですよ。おーい、では、トゥー、起きた。でもなんか、建物の中だろ。そうですよ。建物の中ですよ。あ、なんか基地みたいな感じになって。そうです。いいんですよ。みんな着いたかな？おい。着いた感じがするけど。結構ね、ここ読み込みに時間かかるかもしれないので、初めて来た方は。大丈夫ですか？見えてきた感じしますか？大丈夫です。バッチリです。まあ、モニターの方見るとちゃんと映ってますけれど、こちらはですね、ビクトリアクレーター。火星のね、メディティアニ平原地域にある直径およそ800メートル。外周部が光り輝く物質で縁取られている。外にあるの？という。はい。こっちか。こちらです。私の歩いてきた方に。おぉ、すげぇ、すごい、すごい、うわアバタータイの、アバタータイの比率で、実際に再現してあるんですけど、これちょっとご愛嬌なのは、こちらの、あの、クリエイターさんが、ここにプリム1個を残してるぞっていう。生プリンが。忘れてるんでしょ、これ。これご愛嬌です。ショートフォームじゃない。結構受けましたね、これ、うんうんうん、そういうことにしときましょう。比較対象用プリムということで、はい、そうですね。そう、でも綺麗だな。こちらはですね、このすごいね、足元に金網が張ってあるところ以外はね、落ちちゃいますから気をつけてくださいね。あ、じゃあ、ここ行けばいいの。はい、そうです。すごく綺麗。ここ本当に火星の景色が見れるところです。やっとこの衣装に合うような雰囲気な。そう、本当に。やっと来たね。よかったね。やっとみたいな。ここないとかなりなんかちょっと、どうなのっていう。ちょっと失敗したかなと思ったんだけど、やっと。着替えてる暇ないし。そうそうそう。ちょっとこう飛んでみたりして。宇宙チックな感じで。雰囲気雰囲気。雰囲気雰囲気。うわ、綺麗ね。なんかすごく綺麗ですよね。この周りの縁の輝きとか、あ、落ちた。まっさかさまに。言わんこっちゃないっていうね。わざとっていう。わざとっていう。読みましたけど。わざとかなと思ったら今思わず。ここもさっきのあれみたいにこう、ね、マウスルックで見るとすごい綺麗。ああ、そうだよね。だからね、セカンドライフ。え、おっしゃったの一緒に。モニさん。あ、モニさん。あれ
大丈夫かな、あれ大丈夫かな、のっちゃのっちゃ、あー、よかった、あー、びっくり、こうやって、こうやって登って、こうやって行こうと思ったら、ちょっと足を滑らして、あ、そうか、そうか、なるほどね、うん、なるほどね、そうそう、すごいね、これ、だからなんか結構壮観ですよね。だからね、セカンドライフとして考えてみても、この当時にこれだけの規模で、うん、こんなにリアルに一個一個のプリムを作ってるってすごいなって思いました。いや、すごいよ、うん、これプリムすごい細かいのいっぱいだもん、うん、そうだよね、本当にかき割りじゃないからね、本当にクレーターだからね本当にクレーターですね、そうだからね、本当になんていうの、すごいなと思った。うわ、すげーな、これですよね、クレーターってこんな感じなんだなっていうのが本当体験できるってこと。できるね。俺クレーター行ったことないけど、こんな感じなんだね。ねえ、うん、なんかほら、私たち月に行ったじゃないですか、前に。月のクレーターも結構大きかったけど、やっぱり規模違うなって感じ。そうだね、でっかいね、これでっかいよ、これ結構広さもね、大きい大きい、うん、だってね、直径が 800m だって、すごい大きいね、あ、本当はもっとでっかいらしいっすよ、なんか、あ、そうなの、森さんか、あ、本当は旧シム必要なんだ、リアルサイズにやるには、いやー、なるほどね、旧シム、それほど大きいんだ、これでも、でも相当大きく感じるけど、うん、なるほどね、なんかほら、あの画面見てもすごいね、うん、うん、うわ、モニターで見るともすごい、なんか壮大さが伝わる感じ、壮大さが出てる、うん、だってすごいもん、ここですね、いう風になってるんだ、はい、というわけで、ただなんか手込んでんのかと思ったけど、ほいほい、うん、あのそろそろね、エンディングの方に行かなくちゃいけないので、あ、一番最初のスタート地点に近いところの、あの建物、本物のジェット推進研究所の建物のビルの前のところに戻りたいと思います、はい、はい、あ、落ちてもいいってこと、ここから落ちればいける、あ、落ちてもいいですよ、いいですよ、落ちてもいいですよ、その辺だったら、はい、じゃあ落ちてもいいですよ、じゃあみんな落ちたら、あの私を探して近くに来てください、あ、これ気持ちいいかも、これ落ちるのスカイダイビング、気持ち悪い、あれどこだどこだ、結構近くに落ちてきているみんな、違う、あ、こっちかな、こっちかな、あれ、あれ、呼びましょうか、大丈夫です、大丈夫ですか、はい、大丈夫です、もう呼んじゃったし、お手伝い、いや、大丈夫ですか、なはい、どうぞ迷ったかも、はい、今行きます、はい、すいません、はい、お待たせしました、はい、大丈夫です、大丈夫です、はい、大丈夫かな、はい、到着しました、はい、じゃあこちらの方に向いて立っていただくとですね、はい、私たちの正面に、はい、たくさんロケット見えてるじゃないですか、すげーロケットいっぱいあるぜ、本当だね、あれ隣接シムなんですけど、実際に、うんうん、実際にこの、 あの NASA の、なんていうの、機関がやっているのはこのシムなんですけれど、隣接しているシムにたくさんロケット関係のシムが、それは皆さんプライベートのシムなんですけれどもついてますので、こちらでロケットの歴史とかをね見たりとか、ロケットの歴史を見た後で隣接シムに遊びに行って、いろんなロケットの展示をまた見てみるのも楽しいんじゃないかと思うんですよ。なるほどな。お土産で1個もらえるとかはないんですか、はい、ロケットとか好きなやつ、いい、なんかね前はねモールがあったみたいなのよ、へえ、でも今ねモールっていうのがねない、途中でね歩いてると T シャツがもらえるエリアはあったんですけど、へえ、でもね、T シャツはどうかなっていう、T シャツよりもっとロケットとか、なんか他のお土産がいいなっていう、うん、やっぱ乗り物好きとしては、行こうしかったかなっていう、ね、はい、そうだね、感じで。ですよね、うん、はい。というわけで、
今日の私たちのミッションは終わりに近づいてるんですけれども、うん、初めての、うん、無事ええ、ミッションコンプリートに近いですよね。もうそろそろですね。近いです。はい。はい。おてつやん。はい。正式メンバーとしての初めての旅はいかがでしたか？はい。今日もまた緊張しまくりましたけども、楽しく見れていただけたでしょうか？見れていただけたんですよ。そうだ。なんか。おてつやの、うん、感想はいかがですか？あ、僕はなんかまたここのシーンはどうでしたか？ここもやっぱり僕もたけるくんと同じで乗り物とか好きなんで、はいはい、一つ一つはこう名前が聞いたことある計画とか、うんうんうん、ロケットの名前とかあったけども、うんうん、なんかそれに関してあこういうことがあったんだっていう新たな発見をいっぱいできたのですごく良かったです。あ確かにね、はい、そうですね、うん、はい、うん、たけるくんは？なんかやっぱりこう、さっきみたいな、ほら、ローバーのね、話、うん、お話とかをですよ。うん、なんかこう、SL の中でこうやって聞いたりとかね、こう、それを見ながらね、そうだったのかっていうのはとても不思議だと思うんです。確かに。でもね、欲しいって言うなら、今日のおてつの格好はちょっと大げさすぎたな。なんか暑苦しいですね、見てて。俺なんかそれ見たときになんかよっぽど宇宙遊泳的な話が出てくるのかなと思って。なんで大丈夫じゃんとか思っちゃって。まあ着てきた僕が一番後悔してるというの、ね、そういうオチがついてるっていう。それって私服なの、うんうん、自慢。これは私服ではないですね。なんかこう自分のものでしょ。そう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 、自分で思わずちょっとこう持ってたのをあった、うん、持ってたのはあったんだけども、それと別になんかいいのあるかなと思ったら、うん、わざわざ買ったの？150リンリンであったのが買ってました。わざわざ買ったのか。まあこういうの好きなんで、ある意味マニアなんで。あ、なるほどね。自分でも楽しめて、うん、多分それテレビもここか自分家の中だけだよ。確かに。趣味か、今日が最後になるかになっちゃいますね。そうだね。まあでも、宇宙だからね。そうね。まあユニフォーム系好きなんで、でも。はい。そうね。うん。また何か好きな来てくるよ。はい、うん。そうですね。はい。というわけで皆様には楽しんでいただけましたでしょうか。ですね。私はですね、やはり自分で作った資料原稿がすごく多かったんですけど、でもそれと、うん、今日の午前中に打ち合わせでディレクターと話してるうちに、ディレクターが、うん、さっきのね、涙がちょちょ切れる、お話、うん、いいお話、パスファインダーのね、うん、そう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 、ディレクターのお兄ちゃまが涙してしまったっていうお話とか聞いて、そのことをまた調べ足したりとかして、すごい原稿量になったので、番組前はかなりパニックリ状態で、これを全部読み切れるんだろうかっていう、不安でいっぱいでございましたが、はい。バッチリでしたよ。わかりやすかったです。はい、わかっていただければ、ちょっと楽しいよっていうことと、こんなことをやってるんだなっていうことがわかっていただけたらいいなと思いますし、ここに来て実際に物をクリックしたりとかして、ノートカードもらったり触って遊んでいただけると、まだね今日ご紹介してなかった展示物たくさんあるんです、実は。なので、今日スルーしてきたものなんかありますので、ここに来て見つけて楽しんでいただけるといいんじゃないかなと思います、うん、というわけで今日はね、まだまだ30分もちょっと、まあ、始まったのもちょっと遅かったですけれども、うん、終了時間遅くなってしまって大変申し訳ございません、はい、来週はですね、はい、4月になってしまいますので、まだはっきりと分かりませんけれども、再来週は、うん、通常のSIMモードでお伝えしたいと思いますので、皆様どうぞお楽しみなさってください。 Thank you very much for watching everybody and good night. Happy traveling. おやすみなさい。バイバイ。世界は二人を引き離して
れたくはないから、二人で世界を抜け出したら、会いたくて会いたい想い溢れて、嫌いなふりして探ってみせるけど、切なくて切ないほど甘すぎて、たとえ今が嘘だとしても、Because I love you, because I love you。